さあ、私と共に戦ってくれ。生命様。だけど、あの人は。まさか。ふぅ、死ぬかと思いました。なぜ生きている?この召喚呪術人は、生贄の命をもって発動するもののはず。人であれ鬼であれ、命を吸い尽くされ、間違いなく死んだはずだ。簡単です。私は死ぬことができませんから、そういう体なんです。もう何百年もの間ずっと。まさか、あなた何百年も生きてるっていうの?そんな人間がいるはずありませんよ。はい。人魚の肉を食べてしまった私は、もう人ではないのかもしれません。ですから、ここで、あなたが来るのをお待ちしていました。生命さんこそ、この身を殺めることができる唯一の手がかり。そう、夢見の占いのお告げが出たのです。残念だが、全く心当たりはないのだが。それは、困りましたね。どうしましょうか。どうしようと言われましても。そうだな。ひとまずは、この林を出るのはどうだ。一人それを望んでいる者がいるのだ。この林をですか?そうですね。では、こうしませんか?私、他に行くあてがないのです。ですから、生命さんのところに置いてくださいな。私のところに?はい。それに生命さんは、私を殺めてくれる。運命の君ですから。運命の君?こう見えて、占いの力には自信があります。記憶を失った生命さんのお力にもなれましょう。どうですか?とってもお得な取引だと思いますけど。そのことまで知られているとはな。確かに、役には立ちそうだ。喜んで協力しますよ。いいんですか、生命様。仕方あるまい。決まりですね。それでは行きましょうか。やれやれ、ようやくこの林を出ていく決心をしてくれましたか。あなたは。あなたの命に火は感じられない。近くにいると寒い思いをしていました。燃やすことのできない命など。ああ、寒い。とても寒いものです。あなたのせいで私は社に近づくことが億劫だった。これで清々します。それは申し訳ないことをしましたね。鳳凰の火種に寒がられるなんて、この身にとっても貴重な経験かもしれません。ですがいつか、その命に再び灯火が灯ることを祈っておりますよ。なぜでしょう。あなたのことが気になる。その凍りついた魂の奥底に眠っているものが。
そこの陰陽師も借りができてしまいましたね。いずれこの借りは必ず返しましょう。ではまた、この命の炎が燃え尽きるまでに。では今度こそ参りましょうか、生命さん。おい、引っ張るな。あ、待ってくださいよ、二人とも。早く私を殺めてくださいね。今日でも明日でも構いませんから。ヤオビクニ、私は君を殺すつもりなどない。だが行き場所に困っているならついてくるといい。そうだな、雨露をしのぐ宿くらいは提供しよう。はい、生命さん、喜んでお供します。本気なの、生命？私はこの女うさんくさいと思うわ。生命様ってばやっぱり女殺しですよね。どうやら狭間の世界にも陰界の裂け目があるみたいです。生命様気をつけて。ここからは悪気がどんどん湧き出てくるのです。放っておくと都が大変なことになっちゃいます。ここは陰陽師として何とかしましょう。え、何かいいことですか？ここの鬼たちを討伐すればなんとたくさんのご不報酬が手に入りますよ。
よう、特急級によりつよ。私をここに招いたのは何時でしょうか。見てください、言ってるそばからまた陰界の裂け目が開いたみたいです。生命様、ここは式神たちを使って溢れ出す鬼を退治しましょう。ここの鬼たちが落とす報酬は式神の覚醒にも不可欠な素材だったりしますからね。家族か。今の私には生命が家族みたいなものだから。来なさい。私をここに招いたのは何時でしょうか。やらず。
教師は呼べ。私の小鳥たち。おれ、呪ってやる。飛べ、私の小鳥たちよ。ねえよよ。